皆さん、こんにちは、ようこです。先週あたりからかなり気温も上がってきて、最近は暑い日もありますよね。体調には気をつけたいところです。そして、ついにやってきました、ダービーウィーク。今回は28日日曜日に行われます第84回日本ダービーの展望です。まずはデータから注目ポイントを探していきましょう。まずはコースの特徴についてです。今週行われたオークスと違う点は、芝コースの設定が B コースから C コースに変更になることです。ビクトリアマイルの時も A コースから B コースに変わったというお話をしましたが、その時よりも顕著に枠順の差が成績となって現れています。左側が過去10年の日本ダービーにおける枠順別成績、そして右側が未勝利から重賞すべてにおいて過去10年における東京競馬場芝 2400m の C コースの枠順別成績です。明らかに内側の枠が有利に見えますね。現に6枠から外でダービーを勝った馬はこの10年で2015年のドゥラメンテただ1頭だけでした。ですのでレース展開は途中で流れを変えるような仕掛けが起こらない限りは、今週のオークスのようにインで足を溜める馬の方が有利かと思われます。展開にもよりますけれど、瞬発力のある内枠の馬は抑えておきたいところです。続いて過去10年の1着から3着までの馬の前走データです。ダービーで馬券に絡んだ馬は6年連続で皐月賞で馬券に絡んでいますし、去年は皐月賞の1着から3着がそのままダービーの1着から3着でした。しかし皐月賞で大きな着順を取ったとしても、不良馬場の時にはここで巻き返すケースも多く、2015年のベルシャザールや2009年のロジユニバースのように皐月賞で2桁着順でもダービーの舞台で巻き返してくる場合もありますので、軽視できないところです。一方でそれ以外のステップからここに臨んでくる馬についてお伝えします。基本的に皐月賞を除いた場合は NHK マイルカップ、青葉賞、京都新聞杯、プリンシパルステークス、これら4つの競争からここに臨む馬がほとんどですが、これらのステップレースで連帯していないとダービーでは厳しい戦いを強いられそうです。ごく稀に馬券に絡まずにダービーで馬券内にやってくる例外もありますけれど、2014年のマイネルフロストと2007年の浅草キングスくらいで、あとはデータ通りこれらの競争から連帯した馬がダービーの馬券に絡めるチャンスが生まれてくるという状況になっています。そして最後のデータ、皆さんの大好きな配当についてです。こちらが過去30年間の1着馬についての傾向ですが、単勝10倍を超える勝ち馬はいるにはいるんですけれど、割合としては少なめですね。それよりも気になったのが、単勝がこれだけ落ち着いているにもかかわらず、3連複が9年続けて難馬券になっているなど、3連勝式の馬券には穴馬も来る傾向も十分考えられます。そこでさらに調べてみました。こちらが過去10年の8番人気以下で2、3着に食い込んできた馬たちの成績です。アポロソニックと重賞になる前のホープフルステークスを勝ったベルシャザールの例外はありますけれど、
これらの馬たちにほぼ共通することは、それぞれ重賞勝ちの経験を持っていることでした。ですので、穴馬で迷った場合は、重賞勝ちの経験、特に距離の長い重賞に勝ち鞍があるほど、勝つまでは難しいものの、2、3着に食い込む可能性に気をつけた方がいいかもしれません。続いては、登録段階での気になる馬をピックアップ。まずは、皐月賞で2着に入ったペルシアンナイトです。前走以降は外厩に出さず、異形級車で調整をしていますが、レースで消耗した体重がなかなか戻ってきてくれませんでした。しかし、ダービーに向けて調整のペースを緩めることもできませんので、どうなるかと心配されていましたが、ようやく先週あたりから馬体に活気が戻ってきたようです。調教助手さんはアーリントンカップや皐月賞の時もそうでしたが、この子は直前でぐんと良くなってくるので、今回も同じ傾向なのではないでしょうか。しっかりと攻めてダービーへ向かえると思いますと明るいコメントをされていました。ただペルシアンナイトが勝つには試練となるデータをお伝えしなければなりません。ジョッキーの乗り換わりについて調べてみましたが、1985年のシリウスシンボリ以降、乗り換わりで勝った馬は一頭もいません。32年にもわたるジンクスをここで破ることができるのか、戸崎騎手の腕に注目が集まります。続いては皐月賞で4ヶ月ぶりの出走となり5着に食い込んだレイデオロについてです。前走後はレースの反動がなかったようで、短期間だけ外厩へ放牧に出してゴールデンウィークのうちにミホトレ戦に戻ってきました。先週ちょうどソウルステアリングの調教でミホに来ていたルメール騎手に乗ってもらったところ、折り合いや直線の伸びなど皐月賞からそこまで時間が経っていなくてもパワーアップしているように感じましたと良いコメントが聞かれたようで、現状の具合の良さを広い東京コースでしっかり引き出していい結果につなげたいですと、かなりの上積みを感じ取ったようでした。過去同じ年にオークスとダービーを勝ったジョッキーは4人いますが、40年以上も前の話。それ以来のオークスダービー連続優勝になるのでしょうか。そして3週連続で同じジョッキーが G1 を優勝するのは、ご飯よりもガリガリ君が大好きだというあのオリビエ・ペリエ騎手以来となります。さらにはルメール騎手の日本とフランス両方のダービー制覇にも注目したいところです。今回もコメント欄で皆様の気づいたポイントやご意見をお待ちしています。皆さんの期待している馬は何でしょうか。青葉賞組からダービー馬が誕生するのか、はたまた例年通りの皐月賞組が中心になってくるのか、気になるところです。全国のおよそ6800頭の頂点に立つ馬はどの馬か、まだはっきり見えてきませんが、週末には見えてくるように頑張りましょうね。今週はダービーと目黒記念の動画をアップする予定です。そして来週から2歳の新馬戦が始まります。私が出資しているブライトパスはまだ北海道にいますけれど、怪我なく順調に成長しています。それではダービーに向けて皆様の運気が上がりますように。チャンネル登録やコメントで応援をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。